今日は平和だなって言ってると、いつもペケツがなんか事件起こすんだよね。わーわーわー、誰がウサ耳おまんじゅうだ。ブルに喧嘩売るなんていい度胸じゃねえか。あーやっぱり。ちょっとペケツ何やって。ペケツ、俺はペケグルー様だ。で誰。おかしな格好と喋り方だけど、俺はペケゴロウだって言ってるだろうが、このもやしメガネ。口悪い。なんだか様子がおかしいな。あー、ルイおはよう。え、あれ、いつものペケツ。いつもの。どうしたのルイ、なんか変だよ。変なのはペケツでしょ。なんなのさっきのペケゴロウって。あー、ペケゴロウね。それただの僕の別人格だよ。へー、そうなんだ。って、ペケツ多重人格だったの。もしも多重人格になるとどうなるか。じゃじゃー、ペルソナマスク。この他の人格作れるペルソナマスク使ったんだ。人格増やすって大丈夫なのそれ。便利だよ。例えば他の人格で問題解決。これください。お菓子3個で270円になります。あれ200円しかないや。どうしよう。こんな時は。あ、雰囲気が変わった。僕はペケイチ。ペケツの3万倍賢い僕にここは任せてください。おお、賢そう。なるほど、計算ができないペケツに代わってペケイチが解決するんだね。270円ですか。でしたら四捨五入したら200円ですね。つまりこのお菓子は200円ということですね。いや違うんだけど。ご主人どうでしょう。ここは200円で手を打っては。ダメです。何ですと。元のペケツがおバカすぎて3万倍でも意味ないのか。ならばここは私ペケミの出番ね。うわ、また雰囲気変わった。どう、私に免じてここは200円でお手伝い。見た目がペケツのままだからお色気作戦は無理でしょう。なんでよ。結局人格変わっても問題解決できてなくない。別人格のせいにする。このお菓子食べたのペケツでしょ。やばい、違うよ。ゴーじゃないかな。口にお菓子ついてるよ。あ、そうだ。さあ、言い逃れはできないよペケツ。ペケツ、俺はペケゴルだ。そんな子供みたいなもん食えるかよ。え、あれ、ごめんなさい。じゃあ誰が食べたんでしょう。ペケイチじゃねえか。そんなお菓子は食べた覚えがないですね。ペケミじゃないですか。いやね、今ダイエット中なのにそんなの食べるわけないじゃない。ペケツじゃない。僕でもないけどな。嘘だ、絶対ペケツでしょ。でも証拠なんてないでしょ。口にお菓子ついてるのに誰が食べたか特定できない。あのポテチ限定品だったのに。じゃあもう食べれないの。美味しかったのに。やっぱりペケッツじゃん。やばば、人格同士の喧嘩。はいペケッツ、お小遣い。わーい、何買おうかな。久々にガチャに課金しちゃおうかな。いやいや、貯金しとくべきでしょう。私は最新コスメ欲しいわ。ここは一発ドカンと当てるために宝くじだな。破滅的な人格出現。ペケツの一人喧嘩って前にもあったな。おや、誰だ。君はまさか。うわー、なんか様子が。ふう、ペケツ大丈夫。ペケツ、俺はペケシだ。また新しいのが。他の人格は俺が消した。今日からこの体は俺の。そしてそんなペケツは。綺麗さっぱり消えたよ。この体はもう俺のもの。さて手始め、この星を滅ぼしてやる。ペケツがおバカだったから地球は無事だったのに、こんな本物の悪役がペケツの能力を持ったらまずい。ペケツ、おやついくらでも買ってあげるから。ゲームをどれだけしてもいいし、何でも買ってあげるから。だからこいつをどうにかして。俺の中の別人格に話しかけてるのか。無駄だ、全ての人格は消し去って。レイ、今の本当。何、ペケツ無事なんだね。お前は消し去ったはずなのに。ゲームもしたいだけしておくて、欲しいもの何でも買ってくれるなんて、そんなチャンスめったにないもん。そんなくだらないことで。みんな何でも好きなものを買っていいって。何、本当。本当か。ならもう一度消し去るのみ。でも僕たちじゃペケシには勝てないと思いますが。どうするの。4人でダメならもっとたくさんで。いくぞ。ペケツなの。おい、ルイ、おはよう。よかった、ペケツなんだよね。僕だよ。
ギリギリの戦いだったわ。よかった。てっきりこのまま地球ごと滅ぼされるかと思ったよ。まあ僕にかかればもう満杯だよ。でルイ、何でも買ってくれるんだよね。いいよいいよ、世界が滅びるのを救ったんだからね。何でも買ってあげるよ。やだ。まあどうせお菓子とかゲームをちょっと買うくらいでしょ。それくらい。みんなルイが好きなもの何でも買ってくれるって。じゃあ僕は国語辞典でお願いします。私は新しいチャンネルのコスメ。俺は革ジャンを頼む。消しゴム。バナナ。じゃあわしは。一体どれくらいいるの。チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しないわけないよね。ちゃんとお願いしようよ。お願い。